大会がジュニア合わせて2回目なんで、あまり恥ずかしくない試合をしたいです。世界最弱というレッテルを話してしまいましたけど、頑張ります。藤井という選手と試合なんですけど、とにかくガンガン攻めて、あと自分らしさを忘れないようにしたいと思います。突然のことで驚いたんですけど、どこにいても自分にとって一番の先輩京子さんだと思うんで、これからも頑張ります。
そーあ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 ーどうした？そうそうえうるせえもうやろうなああ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 あSo!
自分の尊敬する井上京子さんみたいに戦うだけじゃなくてお客さんに楽しんでもらうというかそういう試合がしたかったです。あのヘッドバットの攻撃でかなりアピールされて、はい、お客さんが止まったと思うんですけど、あれでもまだもっともっと自分を出さなきゃいけないと思うんですけど今日は全然ダメでした。中西と高橋に先をどんどん差をつけられてるんで早く差を縮めて勝ちたいと思います。今日は大阪で大きい会場での試合ですけど頑張ります。大きい会場なんでいつも当たってるんですけれどもいつもとは違った試合をしてお客さんを沸かせられるように頑張ります。Hup!
まさか勝てると思ってなかったんで。今回2回目ですね。はい。なんか大きい試合の時だけこう。そうなんですよね。多分ずっと負けてたんで、あの以来から多分余裕を見せてたんだと思うんですけれども、ここ一番っていう時にいつも負けちゃうっていうか、2回目なんですけど、油断し、もう1回負けてるから、その、ま、それまでは油断したところとかあったんですけど、もう負けてからは油断、少しも油断してたつもりもないんで、やっぱり実力がやっぱり追いつかれてきちゃってるだなって思います。ベルトをかけた試合になるとやっぱりガツガツくるんで、負けないようにガツガツいきます。緊張はしてるんですけども、思いっきりその緊張を試合でぶつけられればいいと思います。まだまだなんで、今日の試合で少しでも認めてもらえるように頑張ります。あの時は本当に上松さんがいい選手だったんで、本当に、取れるか心配だったんですけども、こうして取れて、今日防衛することになったんで、絶対勝ちたいと思います。同期の中で一番苦手な選手なんで、絶対防衛します。
Yeah!
遠藤もすごいノリに乗ってるんで、イスゴー劇とかバンバンやってきて本当に辛かった。本当レスリングも上手い選手だったんで、それに加えて ラフファイトを覚えたんで本当に怖い選手です。
これで負けたら上松選手にも悪いなと思ったんで、絶対勝とうと思ってました。いつもよりもっと気合を入れてホール取れるように元気いっぱい頑張りたいと思います。中西が頑張ってくれるそうなんで、期待して自分は美味しいところだけ持っていきたいと思います。2人とも先輩なんで、先輩からホール取れるように精いっぱい頑張っていきたいと思います。行くぞ。ああ。一緒にオーディションに受かって同じ日にデビューしたっていうんで、そういう面ではすごい通じるものがあると思うから、それを試合にうまく出していければいいなと思ってます。自分と元気みさえ選手とはかなり体格も違うし、あと今本当に身長の中で一番乗ってるのが中西選手だと思うから、その元気あるファイトに負けないように自分たちもガンガン行きたいと思います。ミサエも、中西もノリに乗ってると思うんですけど、それに負けないように頑張ります。
というきちんとした朝がないんで、もっと自分の技という技で今度ぜひホールを取りたいです。今日は本当シーナに頼ってしまった部分があったんで、本当頼りすぎちゃったんで、せっかく復帰したんですけど、まだ調子が戻ってないから、一日も早く戻れるように頑張りたいと思います。一部のマスコミではベルト返上が書かれていましたが、それは私の意思ではありません。そういうつもりも全くありません。勝手に返上になっちゃったんで、私としては
納得いかない返上の仕方というか、私自身返上する意思が全くなかったので、とりあえず試合を見て考えたいと思います。戻さないでしょ。戻さない、うん、チャンピオンは私です。第5試合で行われますオールマシン戦線試合は井上大悟選手からベルト返上を拒否してまいりましたので、とりあえずこの試合を暫定王者決定戦として行われることにします。伊藤にはジャパングランプリで負けたり、いろいろちょっと最近勝てないので、ぜひ今日は勝ちたいと思います。ベルトを持ってた人が返上してないって言い出しちゃって、どういうことか分かんないんですが、とりあえずここは勝って、勝たなきゃ意味がないと思うんで、またここで勝って、そんでまた白いベルトを巻いて、それで 3W タックもまた挑戦して、このなんかこうジャンプアップにつなげたらいいなと思ってます。この先ユートップスが全場を背負っていきますですね。ジャパングランプリでは勝ってるんですけど、乗ってる選手なんで気をつけて頑張ります、ね、過去に2回挑戦してるんで、必ず取りたいと思います。相手油断できない相手なんで、もう思いっきりやりたいと思います。Good!
Ah!
Oh!
すみません、もう何ともいけません。テレコさん、早く復帰して自分で寝てつけましょう。おめでとうじゃないんですよね、はっきり言って。自分の中でもこんなんじゃ人に勝っても意味ないし、勝ったのは嬉しいけどベルトがないんじゃチャンピオンじゃないし。じゃあ、タコ選手と統一戦をしない限りはチャンピオンと名乗らない。名乗らないです。ベルトを腰にやっぱ巻いてないと、まあ、各ベルト持ってる人は一人でいいと思うし、返上してないって言うんだったらそれはそれでまた私高子さんとシングルで当たってしっかり決着をつけていい形でベルトを腰に巻きたいから。ね、前場のリングに上がってる以上はフリーとかあんまり私は意識しないでガンガン行きたいと思います。私もね、そんな京子はフリーになって初の前場リングじゃないですか。だから別に元前場選手なんで全然何も意識してません。私一個言いたいんですけど、私たちがいなかったら多分今の前場と面白くないと思うんですよ、はっきり言って。で、あの、ユートップスだか V6 だか知らないけど、ねえ、あの人たちは私たちを利用するのはやめてほしい。本当に、特に堀田に言いたい。あんたあれそれでもチャンピオンなのって私は言いたいです。前に私たちベルトを取った時に、取材の人に言ったんですけど、本当に明日のことも自分たちわかんないんで、はい。今日の試合、また明日の試合、ね、分かりませんから何も言えません。そうですね、フリーとしての第1回目ってことですか今日が。はい、頑張らせていただきます。はい、間違って違うコーナーにタッチしに行かないようにだけ気をつけて今日は、はい、いつも通りの元気のいいファイトをお見せしたいと思ってます。井上京吾選手を見て今後の前場はどうなっていきますかね。どうなっていくんでしょうね、私にも分かりません。はいそれではいいですか、いつもの今日も行くぞ。お150%ね、やっぱり大阪のファンの子はこのカードをね、期待して来てるんだから、ね、そのお客さんを裏切ることはできないの。だから私は、ね、別に京子と、ね、いがみ合ってるわけでもないから、あ、向こうはどう思ってるか分かんないけど、でも、ね、きちんと、ね、試合はしたいなと思ってるんで、はい、京子が危ないところがあったら助けに入ってあげたいとも思うし、そうですね、やっぱりこういうことになってね、出ていきたい人は別に出ていけばいいと思うし、これね、残ってる人たちでね、やっぱり私たちが何十年も続いてる前場、私たちがトップの台で潰すことはできないと思うんですよ。だから自分、残ってる私たちが何が何でも前場を守っていかなきゃいけないと思ってるんで、はい、必ずいい方向に行くようにして、出て行った人たちを後悔させるように
私たちが頑張りたいと思います。
だよ。
まった。オッケー。よーし。行けるか。いや。
だね、私やられたばっかりで。なんかねえ、とことん椅子使ってくるから、あの人たち。なんか本当に対策練らないといいようにこの先丸め込まれちゃうんじゃないかなと思うから、絶対そうなんないためにもね、あのかんなんか考えなきゃダメだなと思う。あー、パワーありますね、やっぱり皆さんは。はい、一日しか休んでない一日から休んでないけど何がはい、自分も早く先のこと見つけて頑張らないとっていう感じですね。はい、とりあえずはね、相手を褒めるのは好きじゃないんだけどね、やっぱピリピリするものは感じるけどね、でもやっぱりそのまま1回2回と撃破して本当は解散に持ってきたいんですけどね。そうです、やっぱり力とかも全然変わってないんで、本当に気を抜かないで今日の試合も頑張ります。やっぱね、出る釘は打たなきゃいけないね。うん、なかなか本当結構いい蹴り持ってるから、やっぱりその攻略をちょっとそれなりの秘密兵器を出さなきゃいけないな今日は、と。すごいいい選手なんで、それ以上のことを自分がしたいと思います。激動の1週間だから、チャンピオンになったんだかなんだか知らないよな、もうもっとぐちゃぐちゃにしてやろうと思ってるはい、そう、同じです ああいうふうに試合終わった後にね、もうこれで負けたら終わりじゃないのって言われたことをやっぱ覆すために、必ず今日はもう勝ちます。はい、自分のせいでユートップスの名前をすごい怪我されちゃったんで、今日は負けずにいきたいと思います。でも本当に向き行くしかないし、頑張るしかないです。はい、Thank you.
くこのままってなおらやりましょうおらノーノーなってつかないわわわわわわはいかよっしゃなはいはいセンターロープレイロープレイアイカーしかしアイカーロープロープロープセンターどうした？はいアイカーくっはいくっくっYeah!
Okay.
おい、ラブ聞かないの、おい選手の選手、ロケンプロ選手へ、ロマンスを呼ぶレバーズを取れという。これをロケンプロ選手、ちょっと揺らしましたので、ロケンプロ選手、レバーズを渡してくれてください。
まあね、いろんなことことがあって、まあ、今日はね、どうにかもう患者には関係ないですけどね、ですね、まあ前からも足痛めちゃってとかいろいろあって、でもどうしても勝ち、だけは取りに行かなくちゃいけないなって、カンドルやっぱ狙っていこうと考えてたんですけど、まだまだやっぱりちょっと勉強不足かなっていうところがあって、これで1-1じゃないですか。だからその後どうするのかっていうね、そのこうなんていうかな、まあ、下の選手をねやっつけたとしても何の意味がないんじゃないかなっていう、お互いどっちかが勝ち負けで決着はつくんじゃないかなっていう、だからこれやったからって、終わりじゃないっていうか、終わらせたくないなっていう、なんかやっぱカンドル選手と戦って、まあ、KO なり関節取るなり、っていう感触はあったから、怖さっていうのがもう自分今の自分にはないような気がします。カンドリまだね、お前とは決着ついてないんだよ、だから今度1対1で必ず勝負しよう。今前場のねゴタゴタもあって、それの鬱憤晴らしもされたみたいのもあるけどね、ここはやっぱり潰しておきたかったね、これやっぱ潰してとことん息の根を止めなきゃいけなかったんだけどね、 L1 だとか V トップスっていうのはギリギリの線じゃないとね、こういうギリギリのものは出せないし、逆にそこで太田のね度胸を試してみたんだけどね、それがでも乗れる度量を持ってるかどうかっていうのは、そういう点でも合格点は与えなきゃいけないんだけど、それがでもあだになっちゃったね。